前回の動画で出てきた部分集合という言葉この部分集合についてもう少し考えてみたいと思います今ここに集合 A というのがあります A に属する要素は123の3つだけですそれじゃあこの集合の部分集合をちょっと考えていきたいなと思いますちょっと言っている意味が分かりづらいかもしれんけど 集合 A があって一応ちょっと図も書いとこうかこの集合 A には三つの要素一二三っていうのが属してるよねそれじゃこれの部分集合を考えたときにどんな部分集合がありえますかっていうのが今聞いたことです例えばちょっと一個例出してみようか例えばこういう集合 1>, 1だけが属している集合 B っていうのを考えることもできるよねできるよねなので部分集合の一つとして1だけが入っているっていうのもありえますで考えたら2だけが入っている集合もあるわけねってことは3だけのものもあるわけですこういう集合が考えられるなと他にはどんなんがある ?1 つの数の数字だけを選んだ場合 けどもちろん要素が一つだけというものだけじゃなくて一と二この二つが入っている集合っていうのもありえるよねなのでその集合としては一二と要素が二つのものもあります同じように考えると組み合わせとして一二一三っていうのもあるねなんか確率とか場合の数みたいやね一二一三あと何があるやろ 二三ね。これで全部かな一二二三三一三一と一三一でもねこれこれで二つの部分を全部出せました他には何かあるかなこれももう一つあるんやね一二三すべてが集合に含まれている時もまあ結局この a という集合とそのすべての要素を要素が属している集合は 一緒になる等しくはなるんやけどこれも部分集合と見てあげることもできるんです。そしてこれが今まで勉強してきたところで思いつく範囲やと思うんやけど実は数学ではもう一つ部分集合というのを考えることになります。それは何でしょうかっていうと空集合を表す時には記号 こんな記号を使います。丸を書いてこの消すみたいなマークやねこれで空集合と読みます空集合って結局は何を言っているかっていうと空空っぽなわけです今ここの A の中に123という要素が属しているわけやねんけどこの中には何も 要素が属していない集合もあるでしょとこれも部分集合として数えてあげましょうという考え方なんですなんか変な感じがするかもしれんけど数字が数字の中に一二三とかだけじゃなくて0例があるのと同じように何もないという集合もしっかり集合として数えましょうという考え方なんですなので A 要素が123という要素が属している集合 A の部分集合はこれで全部になります。要素1つずつを上げたもの2つずつを上げたもの部分集合と全体の集合が一致するもの全部やね。そして最後空集合これもしっかり忘れずに部分集合として覚えておくように理解しておくようにしましょう。